はい、えー、こんにちは。岡さんオンライン証券の竹部力也です。えー、さてですね、4月相場が本格的に始まったというところで、えー、実は本日でございますけれども、4月の、本日は4月の6日、えー、金曜日でございます。えー、今夜は米国の雇用統計を迎えてという外為市場でございますけれども、お実はですね、えー、イースター。 こういった休日期に入っておりまして、実質の今夜の米国雇用統計の動き、この前後の動きというのはですね来週もそうなんですけれども、やはり欧米勢がお休みというところでドル円だけが若干一人ぼっちでの動きになるのかなというふうふにして感じているんですが、そうは言ってもですね我が国マザーマーケットのドル円相場の動き、これを中心として他の通貨にどういった動きを及ぼしていくのかは非常に興味深いところであり。また米 国用統計がメインになっていくというところで本日4月の6日金曜日にこのセミナーの方をお送りさせていただきます本日のお題でございますけれどもドル円5ドル円 再始動の鼓動を探るというところでご案内させていただきます。人気の5ドル円、そして先ほど申し上げました通り、マザーマーケットのドル円、ドル円の動きがあってからこそのクロス円の動きというところで、人気の5ドル円の動き、こちらの方をご案内させていただこうかと思います。それではですね、早速開始させていただこうかと思いますが、ドル円相場も5ドル円相場も、 上値が重いですね。ええー、まあ非常に気になるところでございます。ええー、特にドル円相場においてはまあ2月のまあバレンタイン金融緩和からですね、テンポよく上進して、えー、ドル円相場が8 0円台にもパァーッと上がっていったという状況の中から現状は、えー、停滞横ばい、そしてさらには上値重さが感じられるというような相場展開になっております。ええー、一方でですね、ゴ、えールドル円、えー、こちらの方もですね、まあ非常にいい 取り扱いだか、そういった意味では押しみ的な買いという意欲がマーケットの中からは膨らんでいる状況ではございますけれども、つい先だって発表されましたオーストラリアの貿易収支、こういったところからですね、オーストラリアの輸出がいささかさえなかったと予想されていた黒字の数字からも逆に大幅な赤字というものが判明して、相手国の中国の景気減速懸念というものが一気に えオーストラリアドル売りもしくはマーケットにおいてはリスクオフリスク回避の動きというのが非常に強まった経緯ございましたそういったところではですねそれぞれドル円もゴードル円も臨界点が感じられるのかなというような非常にですね際どい状況にあるのかなというふうにして感じておりますそういった意味ではですね今回は非常にまあタイミングがいいという言い方して いいのかもしれませんけどもドル円とゴードル円、えー、それぞれの今後のポイントを中心にですね、お話をさせていただこうかと思います、えー、まずはですねこちらの方をご覧になっていただけますでしょうかはい、えー、まずは簡単に とといいうところなんでですすがファンタメンタタメルズの確認でございますあまり難しいというか、ですねもともらしいお話を長々としてもいけないのかなというふうふにして思っていますが、今回のドル円、米国ドル、米国、ですね米国そして日本、そしてオーストラリアドルそれぞれ、それぞれのファンタメンタルズのマトリックスをこういった形でまとめたんですが、これはもうこれ以上、これ以下でもなくというところでご確認していただければと思いますが、今回特にですね申し上げたいなというふうふにして思っていますのが、 3点ございますこの3つだけ特にですねご留意していただければと思いますのは私、まず考えますところ実は一部報道機関様からも取材をお受けして。 の経緯でございまして、まあちょっとお話しさせていただくのがかぶるんですけれども、えー、現在ですね消費税関連法案で、えー、我が国の政局が非常に混乱しているというところでございます。えー、ドル円相場においてはですね、いささか言い過ぎの嫌いあるかもしれませんが、国際管理政治銘柄というような色彩が非常に強い通貨通貨ペアだというふうにして感じております。えー、そういう意味ではですね、政府と日銀がまあ連帯感一体感を持って、えー、デフレ阻止そして円高の阻止というところで。 2月の金融緩和バレンタインでプレゼントが市場になされたという経緯ございました。えー、ただし現状をご存知のように徐々にですね、そういった。 金融緩和の白落感というか、折り込みすぎたという形になるんでしょうかね、これは日銀による日銀の東西預金残高、そして無担保コール市場での動き、その他は流通されております紙幣の動き、こういったものもほとんど以前と変わりがないぞというところで、買い入れ、国債を中心とした65兆円云々という,ような動きがです、ね、今後も非常に注目されるところではございますけれども。 先ほど申し上げましたように、清掃というような形、まあ、政局の動きによってはです、ね、この政府と日銀、現政権と日銀での 連帯感とといいうのが剥落するるる可能性もあるといわゆるノッキングしてくる可能性もあるというような形になりますとです、ね、当然、デフレ、そして円高阻止というような政策に向けて一旦後退するような動きがなった場合は若干です、ね、円高バイアスがかかりやすくなる特に投機筋そういった意味ではヘッジファンドとこういったところがちょっと仕掛けやすいような地合になりうるのかなというところで危惧しているところが本邦の日本のファンダメンタルズの要因としては一転感じております。 で2点目でございますけれども。 今度はです、ね米,国ですね、米国においてでございますけれども、やはり金利、大型金融緩和の施策の交代というのものがです、ね、取り出されております、えー、推薦だってやはり発表されました FOMC の議事録からです、ねえーまあ、こう今の状況の中では、まあ、簡単に申し上げるとまあ必要ないんじゃないかというような見解、そういったものがマーケットの中では、えー、FOMC は感じているんじゃないか、考えているんではないかという,ような観測が強まったとおういう経緯の流れの中では、えー、追加緩和、まあ、そういった意味では 金融緩和が2014年までというような形になっておりますけれども、その時間軸の軸足が少し手前にです、ね、移行されるのではないかとこういうような見方が強まっております、えー、まあ当然です、ね、それに合わせてでございますけれども、金利の上昇がじゃあ、えー、感受されるのかといえばです、ね、当然。えー まあ株式市場、米国の株式市場、非常に元気がいいような状況が続いておりますけれども、長期金利の上昇というのは当然、企業にとってはまあ足かせになってくるという,ような状況でございますので、どの程度まで FOMC、FRB が感受して、金融政策の中でのドル上昇を許すのかというところがポイントになってくるのかなというふうにして感じております。で3点目でございますけれれどもこはは今度やはり 豪ドルにおいて中国との関係からですね、中国の景気減速懸念というのがどの程度までオーストラリアに影響を及ぼすのか国際商品価格の高騰もしくはですね、オーストラリア国内での企業での堅調性というのがですね、非常に確かめられてはいるものの、追戦だってのようなやはり貿易収支の,収支の悪化というところからですね、一気にリスクオフ。の、 動きに傾斜するというところがです、ね、非常にオーストラリアドルのリスクになるのかなというふうにして感じております、それぞれです、ね、ファンダメンタルズを取り上げていくと非常にキリがないところではございますけれども、そうは言ってもオーストラリアドルにおいては現状、政策金利が4.25%というところでインフレに対するです、ね、冷水を少しでも。 まあ浴びせるような形でのというような動きがですね、今後も続いていくのかどうか、えー、まあ若干ですね、えー、まあ金利の見直し論というのもマーケットの中では差し迫って出ている状況の中で、特に個人投資家もしくは機関投資家の皆様方が、えー、こういった明確な金利格差にどの程度の投資見味を持っていくのかというところが今後、えー、マーケットの中では当然注目されていく材料であるというところでございます。まあこの辺はですね、まあファンタメンタルズという,ふうにして申し上げましたけれども、まあ 基礎的な形での確認というところでじゃあ実際は、ですね売り買いをしていく上えでストラテジーを組んでいく上でですね具体的には,じゃあ今度は数字、どういった水準感適正水準というのが求められるのかというところがポイントになるかと思いますので次の項目に進めさせていただこうかと思います。 はい。まずこちらでございますね、えー。これドル円相場でございます。また竹部はこれ出したのかという形でお叱り受けるのかもしれませんが、こちらの方もあくまでもご確認というところで、えー、ドル円相場、えー、2007年からの緑の傾斜、緑の、まあ、長方形のストラングルがずっと続いておりましたという状況、そして、 赤の長方形、これが2010年からずっと続いていたというところでそれぞれ上下枠を続けてです、ねえー、継続していた経緯はこういった流れの中ではあったわけでございますけれども、えー、2月の金融緩和というところから一気にこの上値抵抗線を突き抜けていったというところで、えー、丸 一番と丸三番の長方形の動き、この制約された動きの中から、えー、移行しましたよということはいろいろな場面で申し上げさせていただきましたただし、ポイントとしてはここで申し上げたいのもやはり1点だけでございます、あくまでもです、ね、急激な円高トレンドから緩やかな円高トレンドに変わった。 ででではないいいしょううかというポイントでございますで。それは何かと言いますとこの,、えー、緑,の緑と赤からです、ね、青の2番の方に移行したというような状況でございます、えー、そして、まあ、テクニカル的な上値、抵抗戦というような形では、えー、昨年の4月でございますけれども85円の、まあ、50銭水準、えー、この水準をです、ね、1つの上値として。まあこう クリアできるのかどうかというような形で注目しておりましたえー、合わせてこの青のですね長方形の抵抗性も85円水準から上値を ガッと押さえているという状況で、ここを抜けた場合はですね、まあ、大きなトレンドの転換がさらにまた見えてくるというような形で、えー、何度も申し上げてきた経緯がざいましたけれども、これがなかなか抜けきれていない、えー、もしくは現状、やや失速気味にあるというような状況、こういった形でまずドル円のですね長期的なトレンドというのをもう一回、俯瞰的に見つめ直す必要性があるのではないかなというふうふにして思います。えー、現状はですね85円を抜けていいくとううような期待感があ たんですが、失速して現状、まあ82円、83円水準の以下、そういったところにですね、ドル円相場が適正水準を求めて動いているとおいうような状況でご理解していただければと思います。えー、たまにですね、まあまりにちょっと株式市場関係者から耳に入ってきますのは、うん、当然85円を… <laughs> 抜けた経緯抜けた場合はですね、大きく跳ねていくのかというようなご質問も当然受けますただし、ですね、これもご存知のとまり国際商品価格が高騰している高値圏で推移しているというようよな状況の中ではですね、当然、我が国の企業活動においては当然足かせになってくるわけでございます。急激な円安というものに対してですね、 当然、今までは急激な円高に対して断固とした措置をですね政府・日銀が示してきた状況の中では今度は急激な円安になると95円、100円だというような動きになった場合は逆にドル売り円買い介入を当然、けん制するような動きというのも当然、ご留意していただく必要性はドル円相場においてはあるというところここは十分ご理解していただければという,ふうにして思います。今こちらの方方では長形分析今 中長期でのお話をさせていただきましたが、今度はまた別の観点からこちらの方をご案内させていただこうかと思います。 えまあこれは非常に私事かもしれませんけれども平成元年から外為市場の方をまあ見つめているというかまあ参加しているというかまあインターバンク市場での取引銀行間での取引をまあ出身とした経緯がございましたけれどもえその時からですねまあ非常に叩き込まれたえまあ教科書的な見解というのがこれも一点だけございますそれは何かといいますとですねえ金利上昇の伴わない通貨高というのは ななななかなかいないいぞとううような見解でございますさて、ここで示させていただきましたのはドル円とですね米国金利のチャートでシンクロ相関性を示させていただいたものでございますけれどもドル円相場 ご覧になっていただけますうように、まあ、先ほどの長方形もですね、2007年から、まあ、約直近5年ぐらいの流れの中でご覧になっていただいたんですが、こちらの方のですね、米国金利と合わせたドル円の動き、実はもうさらにもっともっと前から動いてもそうなんですが、米国金利の低下に伴ってドル円相場もですね、上昇性が圧迫されているというのが現状でございます。でまあ、当然ですね、そうは言っても、 米国金利が跳ね上がっている時もあるじゃないかという状況ももちろんございますがこういったものにサポートされることがなかなかなかったというのもドル円相場の現状の円高に向けての進行での背景というふうにして感じております2011年まあ去年の今頃ですね覚えていらっしゃいますでしょうか米国の債務上限米国の債券こういったものの格付けが下がってそして米国債がですねまあ非常に売られるような状況になって金利が上昇したと債券価格の 下落に伴う金利の上昇とこの時もドル円相場は残念ながら粛々とですね、まあ、円高トレンドをなぞっていった経緯がございました。ただし、ここに来てです。ようやくと言っていいんでしょうかね。この緑のところで囲っていた、させていただきました。ちょっとここのところだけアップさせてみましょうかね。ここの緑のところでございますけれども。<laughs> 2月になって、えー、ようやくですね、まあ、いろいろな形で米国の金融緩和、まあ、そういった動きの中での思惑もあったわけでございますけれども、えー、米国経済での経済指標、堅調性というのは認められているとの流れの中では、えー、金利の方が徐々,に徐々に高まってきたと、えーまあ、そういう意味では米国債が、まあ、売られて。 えー、そして今金利が少しずつ上昇してきたというところもお、まあ、米国経済がそういったものをです、ねまあ、包括的に感受した経緯があったわけです、えー、金利の上昇に伴ってのドル円す上進をこれサポートしたというところで非常にいい動きであったんですがここにきて、ですね、えー、また少し金利の方が上値を、まあ、2.25水準ぐらいのところからですね上値が重くなってしまったというような状況の中では、えー、どうしてもまあ これも私が古い人間なのかもしれませんけれども、金利の上昇が伴わないドル円相場、やはり厳しいのかなというような、これも俯瞰的なトレンドでの見方でございます。そういう意味ではですね、まだまだ当面 FOMC、FRB の金融政策の軸足のそれぞれの動かし方によってこういった金利動向に左右される場面は、ドル円相場は当然動向の背景としては否めないものだというふうにして感じておりますが、 んちょっとこれを見る限りですと3%、3.5%に向けて大きく金利が上昇していくというものでは先ほどのファンダメンタルズから見た場合にはなかなかですね、FRB もそこまでは踏み込むところでは。せっかく 景気回復の方が期待感というものが高まっている中で、えー、認めることができるのかどうかというところが大きな、まあ、分水嶺になるのかなというふうふにして感じております、えー、そういう意味では一つの目安としてはやはり、えー、2.5%水準というところを大きく超えていくような状況の中で初めてドル円相場を扶養していくような動きになってくるかというふうふにして感じておりますけれどもで現状の中ではなかなか難しいというところがあこのチャートから私は考えている次第でございます、えー、さて次の項目でございますけれども えー、今度は、ですね、こちらの次の項目、はい、えー、こちらの方はですね、ドル円相場の冷やしのチャートで、えー、合わせてご覧になっていただければと思います、一目均衡表という形で今回、ちょっとシンプルな、まあ、非常にポピュラーな、えー テクニカルの見方でご案内させていただこうかと思いますが、ちょっとこちらの方もですね、すみません、ちょっとアップにしてみます、はいえー、まずですね、移動平均線、5日線とですね、20日線というのがございますけれども、これによってはですね、20日線に対して,日日対して5日線が上から下に突き抜けていくというような、デッドクロス、えー、こういったものが現状、見受けられます、かなりまあ上値を圧迫していると、短期的には上値を圧迫しているという。 現状でございますけれどもその他にですね、で今回、この一目均衡表のところでご案内させていただきたいと思いましたのは、これも非常にテクニカル的には、あの まあこういう言葉が適切かどうかわかりませんがベタベタな見方でございましてえこちらの基準線に対して転換線が上からちょっと抜けていくような形こちらの方も転換まあいわゆるこちらもデッドクロスなわけでございますけれども上値を非常に重たくさせているようなあ状況がドル円相場の中には見受けられるのかなというふうにして見ております先ほども申し上げましたけれどもシカゴの IMM 通貨先物ではですねまあ円売りの上限えまあ5万枚6万枚というところにかなり、えー 今週初でございますけれども、明らかになった経緯の中では、まあ、かなりいっぱいいっぱいの状況ではあるのかなというところからの反転巻き戻しというところでのドル円相場というふうふにしてなった場合は当然、ドルの巻き戻しアウンワインドというような形の動きというのはこれも当然。 え整合性が伴う動きなのかなというふうにして感じております、えー、で、この一目均衡表ともちろん相対力指数というところもございますけどももう一点ですねえこれもちょっとシンプルな形でご覧になっていただければというふうにして思いますけれどもこちらの方はですねひぼなちリトレースメントでございますねえ実はまあこれを2月の1日からのまあこれも仕切り 仕切り水準をどこから取るのかというところで非常に難しいところではございますけれども、直近の円高ドリアス水準76円の丸2銭水準から8 4円,円の18銭まで、まあ、ここまで上がって、まあ、少し上値が重かったというところからの調整がどこまでいく可能性があるのかというのをフィボナッチリトレースメントで追いかけてみました、その場合ですと、いわゆる38.2%戻しが81円。 まあ、丸6線水準、まあ、81円水準、えー、そして半値戻しの50%水準というのが、まあ、80円水準というところで、まあ、81円、そして80円水準というところに、えー、ご注意してくださいというふうふにして、えー、申し上げたいんですがそこと合わせてですね、日柄的な動きで見ますとこの一目均衡線の雲 上限がです、ね、81円の半ばから82円に向けて上伸しているつまり、この雲の上限がどの程度まで,です、ね、このドル円相場をサポートしてくれるのかというところが大きなポイントになるだろうというところなんですがこれと合わせてです、ね、一番冒頭に申し上げました日銀と政府の連帯感というところですね。さてこれもですね実は若干 複数若干複数のという言い方編なんですけれども、いくつか報道機関様から取材をお電話をいただきまして、ちょっとコメントさせていただいた経緯がございました、えー、何を一番のポイントとして見ているかというと、やはりですね、政府、特にまあ現政権という,ような流れの中で見た場合はですね ままああ株高、まあ、円安、株高というものの再来をもう一回期待する可能性が大きいのかなと、えー、本日の四月の六日、現在はえ今、ちょっとかんじゃいましたけども、4月六日の金曜日、今現在は夕刻でございますけども、本日の早朝にですね、日銀の白川総裁と野田首相が 会合を、まあ、密談とまでは言わないんでしょうが会合をなされたとこういうような報道が聞こえてまいりました、さあそれは何を意味するのかというと、当然政府と日銀の連帯感という形になるんでしょうが、やはりです、ね、日銀による金融緩和で、まあ、夢をもう一度という形を、まあ、そういう言葉が適切かどうか分かりませんけれども、さらなる株価の上昇とそして円安というものをです、ね、マーケットに知らしめたいというような。 思いがあるのかなとこれもです、ね、非常にうがった見方かもしれませんが現状はです、ね、消費税関連法案でかなり現政府、現政権が今揺れている中で,の中では政局も絡めて一つ唯一の、まあ、唯一のという言い方をしたら非常に失礼かもしれませんけれどもこういったデフレ脱却、円高阻止というのが非常に経済ポイント、選挙のポイントとしては非常に高いという流れの中ではです、ね、なんとかもう一度 もうう一度というかさらなる金融緩和の施策が取れないものかというような思惑、こういったものをです、ねえーまあ、市場関係者は当然見ていてもおかしくないわけで、えー、逆に政府、日銀、特に政権のノッキングが見られるような形になりますと、えー、冒頭申し上げました通り、えー、円高阻止、そしてデフレ、えー、脱却のための施策というものが、えー、頓挫するのではないかとういうような形で円高を仕掛けてくる可能性もあると、そういう意味でのポイントとして。えー ここを十分ご注意していいただければと思います。ま、え、さ、ー、しく今回再始動の鼓動を探るという言い方でのポイントでございますけれども、来週の10日、えー、火曜日、この日に政府・日銀、えー 日本銀行の金融政策決定会はございます、えー、この時にですに、ね、何らかの金融政策を打つことができるのかどうかあ、それによっては先ほどのテクニカル的な動きというのはあくまでも調整的な動きで、えー、再度ドル円相場、円売りのバイアスがかかっていく可能性が高いのかなというふうふにして思っております、えー、もう一つの考え方としては4月の27日もあるじゃないかとういうようなご指摘もあろうかと思いますけども、4月の27日はですね 今月末、ゴールデンウィークの直前月曜日がお休みということで3連休前に果たしてですね、えー、せっかくの効果を半減させるような施策を打つのかどうかというところでございますそこからゴールデンウィークに入っていくというような状況の中ではですねせっかくの金融施策の効果がですね本邦税不在の中で知らしめられることができるのかどうか、まあ、もう当然、ですね本邦税不在の中で海外税が我が国のですね、まあ、出遅れ感のある株式市場そしてまあ円売りをもう一回 ええ。E マーケットに持ち込むという動きがあるかとは思いますがまずは期待したいのは4月の10日というところこういったところを意識しておりますそういう意味ではマーケット若干でございますけれども個人投資家動向を見る限りですと、まあ、個人投資家の皆様方はそういうところは気を見るにして便だという,ふうにして思っておりますので若干、ですね逆張り的な形いわゆるミセス・渡辺的な買い下がりの傾向で少し回避率が上昇しているというような傾向が見受けられます。こういった個人 新動向の方方もです、ね、ぜひ皆様方に今隣の芝生はというような形になるかもしれませんが、えー、何をしているのかというところでぜひご参考にしていただければという,ふうにして思います、えー、そしてこの4月の27日のところでもう一つ非常に難しいと思いますのは25日に米国 FRB の金融政策会合があるというところでございます、えー、今回も,もなかなか FRB は、えー、大きな軸足を動かすことはできないだろうという,ふうにじゃ見られてはおりますが。 それを受けての27日というのも当然フリーハンドの形で動きやすいのかなというところで今月の円に対しての鼓動を探る大きなポイントというのは改めて、本邦の金融政策こういったものから円の再始動が可能になってくるのではないかなというふうにして考えております。続きましてですね 今度はドル円相場がこういった見解の流れの中では今度はかわいいイラストでございますけども今度は日本から今度はオーストラリアドル、えー、こちらの方の動きを簡単にご説明させていただこうかと思います、えー、まずはですね皆様方なかなかご覧になっていただけていないのではないかなというふうにして僭越ながら私心配をして、まあ、非常に心配をするのも非常に鮮厚な話なんでございますが、えー、60分足チャートで5ドル円とオーストラリアドルベイドルのチャートをですね、まあ、シンクロ相関性に皆様気づいていただき ければというような形でこういった形で締めました、えー、示しましたいい 流れの中で特に気づいていただければと思いますのは5ドルベドルでの先行性というのが非常に強いですよというところでございます、もちろん全てが全てではございませんが5ドル売り、ドル買いという形の中から5ドル円においても5ドル売りというような動き、もしくはこれもまた反対に5ドル買いというような動き、いずれにしても5ドルベドルの動きからですね5ドル円が動いていきますという可能性が非常に強いので。 特にオーストラリアドル円の、まあ、スイング系のトレードをなされる個人投資家の皆様においては、えー、こういったですね、えー、動き、えー。横目で、えー ドドドルルル円をを見見なながらそして5ドル米ドルを見るというようよ動き、えー、少し難しいかもしれませんが、ぜひこういった動きを見ていただいて、ですね、えー、なんとか5ドルの行方に整合性をまずは短期的なイメージとしては持っていただくのが非常に寛容なのかなと思いまして改めてこちらの方をご案内させていただきました、えー、さてこれとまベッドでございますけれども、今回はちょっと違う観点でこういった数字、こういったチャートを示させていただこうかと思います。えー、実はですね これは冷やしでございますけれども、統計学的なシンクロ相関性を示したものでございます、それぞれの終わり値ベースで合わせて見たものなんですが、本来ですと日経225、日経平均株価のお取引をなされる方々に5ドル円を見てくださいというようなお話をさせていただいた経緯があったんですが、今回は逆に5ドル円をご覧になっていただいているお取引をなされている皆様方、ぜひですね 日経225の動きの方にもですねちょっと目を配っていただければなというようなご案内でございますではそれは何かというと相関係数が非常に高いということですね何故に相関係数が高いのかというところでございますけどもやはり 日経、まあ、これもです、ね、現状はあ、まあ、輸出入,入が、まあ、それぞれ東証、ね、一部上場銘柄千数百の中から半分ぐらいが輸出入に関係するような個別銘柄でございますけれども、特にです、ね、オーストラリアドル円というのが、まあ、非常に先ほどの5ドルベイドルと違いまして日本の個人投資家や機関投資家を中心として取り扱われている通貨ペアである分だけですね、非常に市場心理が反映されやすい通貨ペア。 そして5ドルにおいては、えー、これも冒頭にちょっとお話しさせていただきました、えー、ーオーストラリアの貿易収支、こういったところから対中国での関係からリスクオン、リスクオフ、えー、まあ今後の先行きに対して不安材料が募る、もしくはまあ高まる。 減るとというようよなところでオーストラリアドルの動きというのが非常に反応されやすい、感動度が高い動きになっておりますが当然、中国との動きに合わせてはです、ね、日経225の動きもご存知のように非常に敏感、感動度が高いというところでございます、したがってこれは、まあ、厳密にはゴール円日経225という,ふうにして書かせていただきましたけれども厳密にはここにまあ中国と。 こういうものがあって三角関係で結ばれての動きというふうにしてご理解していただければいいのかなと思います、えー、中国の消費関連、えー、CPI 指数などでの、まあ、増減によってもですね、えー、当然中国の景気減速懸念というものが示された場合は、えー、オーストラリアドル円もですねリスクオフの動きになりやすい、えー、もしくは日経二二五の方もですねリスクオフの動きになりやすいというものが、えー、顕著に示される場面がございます、えー、そういった意味ではこの日経二二五の動きに 合わせてですねオーストラリアドル円のま中長期的なトレンドの方もですねぜひ追いかけていただければというふうにして思います、えー、続きまして今度はこちらでございます今度はもう少し寄せて見させて私の方でもこれもうちょっとアップにはいいたしましたこれもですねまあ、テクニカル的な形でご案内させていただこうかと思いますが 今回の一目均衡表でのオーストラリアドル円は非常にこちらの方がわかりやすいですね。えー、転換、えー、いわゆるデッドクロスをもう見せております。えー、基準線に対して転換線が上値から押しているというような状況でございます。それに対して一目均衡線のこの雲の上限が、えー、どの程度まで、えー オーストラリアドル円の下値支えになるのかというところでございますが、一つのポイントとしてはこれも非常にです、ね、仕切り位置をどこから持ってくるのかというところで私もちょっと今回悩んだんですが、今回はです、ね、本年の最安値、最高値というところで相手を合わさせていただきましたフィボナッチリトレースメントにおいての3分の1戻し、そして半値戻しというのが83.37%。そして 38.2%押しの84.61。まあ、こちらの方はもうすでにですね、オーストラリア土例においては、まあ、さらなる下押しというような場面が見られておりますので、ね、えそういったこところでは、次なるポイントというのは残念ながら、この雲の中もすでに入ってしまいましたので、 83円台の前半のところがどの程度までサポートされるのかというところがポイントになってくる。まあ雲の中で迷走してくるのかもしれませんが、そう体力指数では少しこちらの方も不利なのかなというような感じを持っております。ただしこちらの方もですね、先ほど申し上げたように、まあ竹部非常にずるいぞと、えー、結局鉄砲打ちみたいに両方も言ってるんじゃないかというのをお叱り受けるかもしれませんが、こちらの方でもやはりポイントというのは先ほどのドル円と大きく違いはございません。 4月の10日、そして4月の27日の日銀金融政策決定会合を受けての、円の適正水準が図られると。そういったところも含めてなんでしょう。これもですね、やはり個人投資家の皆様が非常に私はさすがだなと思いますのは、ここ数日顕著に感じられるのがこちらでございます。こちら、東京金融取引所の売買盾玉の推移なんですが、いかがでしょうか。 逆張り的に、今ドル円相場と合わせたような動きでございますけれども、5ドル円もこういった動きになっております、まあ、若干ですね、これを、えー、ちょっとあまり、これも嫌な言い方かもしれませんが、ヘッドショルダーかっていうような言い方をしますと、ちょっと倍返しっていうような動きで、下値がちょっと懸念されるところではございますね、非常にヘッドショルダーの動きにちょっと似てるような。 このネックラインからの倍返しというような形になると81円の半ば水準ぐらいまでになりますでしょうかね、若干懸念されるところではございますが、個人投資家の皆様方においては。 ミセス・渡辺というような形で役割志向での回避率上昇というのが見受けられております、さあそういう意味ではです、ね、マーケット、まあ、当然、ね、短期的な利益確定派に対して中長期運用派での個人投資家の皆さん方でしょうかそういった一部の中長期派が、まあ、立ち向かっていると。 といいうようよな状況が見受けられるところでございますさあそういう意味では先ほどのチャート、ちょっともう一回こちらの方を振り返ってみたいと思いますが、4月の10日、そして4月の下旬に向けて、この辺が大きな決戦状になってくるのかなというところで、83円、84円台の攻防からオーストラリアドル円がもう再度、88円台に向けて 上がっていくことができるのかどうかというところだと思います、そういう意味では、ですねこれもちょっと個人的なストラテジー、そういった意味では私の悪夢の個人的な見解でもう本当に主観が伴っているわけでございますけれども、現状はですねおそらく上値の重い展開で調整が続くのかなというような5ドル円の見方ではございますが、日銀の動き、こういったところからですね、まあ 最終的にはあそこは買い場だったのかなというような言われ方をするような4月の中旬に向けての値動きになりそうだなというふうにして感じているんですがさて皆様方、いかがなものでしょうか原則ですね弱気で見つつその後強気で反転するというような動きを私はオーストラリアドル円に関しては持っております。そういうい意味ではではすねこのの個人投資家の 一部個人投資家の皆様方のスタンスに、まあまあ、似て非なるものかもしれませんがある種、木を見るにしてみんな素晴らしさというふうにして感じている次第でございます。えー 30分の予定でございました。若干オーバーいたしましたけれども、今回お送りさせていただきましたのはドル円と、そしてオーストラリアドル円の再主導に向けての鼓動を探るというようなお話をさせていただきました。今夜は米国雇用統計ございますが、十分ボラタイルな値動きにご注意していただき、そしてですね、来週も、今度は、 金融相場、また日銀の金融政策決定会合の動きを中心としてマーケットの方が展開していくものというふうふにして感じておりますのでそれに合わせた動きというのも十分ご注意していただければというふうふにして感じております30分ちょっとオーバーいたしましたけどもまた次回お会いできるときを楽しみにしております以上、岡算オンライン証券の武部力也がお送りさせていただきましたどうもありがとうございました。